ゆりです。今回は年末っていうことで、今年2021年に買って良かったものをゆるっと紹介したいと思います。今年は引っ越しとかもあって結構いろんなものを新たに購入したり試したりしてみたんですけど、せっかくのカメラをメインにしているチャンネルなので、写真に何かしら関連している商品にフォーカスして話していきたいと思います。実際に購入してみて本当に良かったなって思うものを、大きいものから小さいものまで厳選して紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきます。2021年本当に買って良かったもの、一つ目はこの MacBook Air と持ち運び用のサンディスクの SSD です。今年の3月ぐらいに初めて Mac を買いました。今までずっと Windows のパソコンを使ってたんですけど、やっぱりカメラやってる方って結構 Mac を使ってる方とかもすごく多くって、Mac ずっと使ってみたいなっていう風に思って、と去年の11月に M1 チップが入った MacBook が出たので、そのタイミングでちょっと購入しようかなと考えて今年の3月に購入しました。購入したのは13インチの MacBook Air で、メモリだけ16ギガに増設しました。で、実際に使ってみると、最初はもともと Windows 使ってた人ってすごく戸惑うと思うんですね。私も実際にキーボードとかのやり方とか全部変わったので、すごく使いづらかったですし、どこを押したらどうなるのかっていうのが全然分かんなかったんですけど、でも本当にすぐに慣れました。で、あとめちゃくちゃいいのがやっぱりすっごく薄くて軽いんですね。もうこのぐらいの薄さになるので、パソコンを気軽に持っていける機会っていうのがすごく増えました。旅の取材とかっていう風になると2泊3泊ぐらい実際に向こうに泊まるんですけど、その時に写真のバックアップをしたりとか仕事を進めなきゃいけないっていう時に、やっぱりパソコンっていうのが必需品で、そうなるとカメラも何台もレンズ何個もとパソコンもどちらを持っていかなきゃいけない時に、どうしても軽いものが欲しかったんですね。それでもうこの MacBook Air がもうぴったりだなと思って買いました。実際に仕事場に何回か持って行ったこともあるんですけど、やっぱりもちろんある程度重さはあるんですけど、今まで使ってたパソコンとは段違いに軽いですし、それでいてちゃんとした性能もあるので、本当に買ってよかったなっていうふうに思いました。で、結構MacBook Air を買うかプロを買うかで悩んでいる方たくさんいらっしゃると思います。私もこれ買うときに Air にするかプロにするかっていうのをすごく悩んだんですけど、いろんな方のちょっと解説動画とかを見させていただいて、結局 Air にしました。実際に Air を使ってみて、16GB に増設してるからかもしれないんですけど、 Lightroom とかいろいろスラックとか開けたりとかして作業してても落ちたことってほとんどないです。本当に1回だけあるかなっていうぐらいなので、趣味で写真やるだとか、あとはちょっと仕事で使うっていうのであったら、全然この Air で十分かなっていうふうに思います。私はメインのパソコンが Windows のデスクトップがあるんですね。なのでサブとして結構このパソコンを使ってるっていう感じなので、 Air で十分かなっていうふうに思ったっていうのも一つの理由です。で、もう一つ一緒に購入したこのサンディスクの SSD、 これめちゃくちゃおすすめです。で、これは SSD っていうもので、ハードディスクをより高性能に小さくして丈夫にしたバージョンっていう風に考えてもらえたらと思います。とこの商品 500GB、1TB、2TB っていうバージョンがあって、私は 1TB を使っています。で、これだけちっちゃくてすっごく薄くてしかも軽いのに、この中に 1TB の写真とか動画とかを入れることができるんですね。なので外で作業したい時はだいたいここの SSD に私は作業しなきゃいけない写真とか動画とかっていうのをまるっと入れて、でこの MacBook につなげて作業するっていう風にすると、もうどこででも仕事することができます。ね、ハードディスクと違って SSD ってすごく丈夫なんですね。なので大事なデータを入れておいてもすごく安心して使える。で、やっぱり外に持ち運んだりするので、ハードディスクだとちょっと衝撃があったらすぐデータ飛んでしまうっていう話もよく聞くんですね。なので外に持っていくよっていうことでこの SSD を選びました。で、この SSD を買うときにぜひ一緒に購入してほしいのがこのケースです。このケースはこのサンディスクの SSD の専用のケースで、こんな感じで開けるとこの SSD の形にもうピ
ピタッと当てはまるようにできてるんですね。こうやって入れることができます。でチャックで閉めることができて、こんな感じで結構硬いんですね。なので衝撃とかも基本的には起こらない、すごく頑丈っていう感じになるので、これ本当に買ってよかったなって思います。これがあるからこそ気軽に持ち運べますし、この SSD とこの MacBook Air を持って行って結構外で作業するっていうのもすごく簡単にできるようになったので、この2つは本当に買ってよかったなと思っています。と2021年本当に買ってよかったもの2つ目はと背景ボードです。でパッと見何かわからないかもしれないんですけど、これは写真の背景とかに使うためのボードになります。なかなか自宅で写真撮るっていう風になると結構お家が生活感にあふれてて、なかなかなんか思ったような背景で撮れないこととか、なんかあと邪魔なものがすごいたくさん入ってしまってなんかうまく撮れないなっていうことあると思うんですね。実際に私もあと引っ越す前のお家が結構そんな感じで、家が生活感がありすぎてなんかいい写真を撮ろうって思ってもなかなか背景がうまくいかないことがすごく多かったです。で今年の初めにこの背景ボードを初めて買いました。これはタカラトリオさんというところが出しているフォトデザインボードっていうボードなんですけど、写真を撮るため専用に作られた背景のボードになっています。で大阪の会社さんだったので実際に店舗に伺ってちょっと物を見させてもらって決めたんですけど、本当にいろんな色の種類があります。私は白とこの裏のちょっとグレーがかったブルーみたいなののリバーシブルのものを選んだんですけど、他にもいろんな種類のボードがあったので実際にそこ行かせてもらったらなんか写真を実際に撮らせてもらって小物とかも用意してくれてて、実際にちょっと撮ってみてくださいっていう感じで撮らせていただいて決めることができました。で通販もやってるんですけど、店舗まで行ったら実際に自分の目で見て柄とかを選ばせてくれる、一点物なので基本的にちょっと柄とか模様とかが若干変わってくるっていうのがあるんですけど、それを実際に店舗に伺ったら確認させてもらって選ぶことができました。結構お家でお菓子とかコスメとかなんか自分のお気に入りなものを撮りたいなっていう時に結構こういうのがあるとただの机とか以外にもバリエーションが増えてすごくおすすめです。でもう一つおすすめしたいのはこの足場板です。これは仕事関係で知り合ったフォトグラファーさんに教えていただいたんですけど、ウッドプロっていうところで売っているなんか自作でインテリアとか作る DIY とかの時に使う足場板になります。ただの板なので本当にこういう細い感じのものなんですけど、これを並べるとちょっとテーブルっぽい感じの作りになるんですね。でもちろんこれをなんか全体的に映してしまうとバレバレなんですけど、結構望遠レンズとかでここら辺にお菓子とかを置いて撮影するともうなんかまんまテーブルっぽく見えるんですね。私今使っているテーブル、この色も結構気に入ってはいるんですけど、もうちょっと濃いテーブルも欲しいなっていう風に思ってたんです。でもテーブルってやっぱりそんなに何個も何個も買えないですし、邪魔だしお金もかかるしっていうことで、これをちょっと試しに買ってみたんですけど、もうめちゃくちゃ当たりでした。なんか自分がイメージしていたこんなのが撮りたいなって思う机での写真っていうのがこれを引くことによって叶えられたっていうのがすごく嬉しかったです。でしかもこれ本当にただの板で厚さが5センチしかないんですね。でめちゃくちゃ軽いです。こんな感じでなんかひょいひょいって持っても全然持てるぐらいですし、5センチであと厚みとかもほとんどないので、まあしまう時はこうやって収納すればそんなに場所も取らずに収納することもできますし、もう何だったら外に持っていくとかも全然できると思います。まあ、ただ机とはいえなんていうでしょう、ただの板なのでちょっと反りとかがあるんですね。で横に並べてるんで明らかにやっぱり継ぎ目っていうのは分かるんですけど、まあ、でも実際こういう机ってあるのでなんかそういう意味では味があって個人的にはいいんじゃないのかなって思っています。今ちょっと試しに3つだけ買ったんですけど、これちょっとあまりにも良かったので2つ購入しました。今はこうやって縦しかできてないんですけど、あと2つ来たらちょっと横型のテーブルみたいな感じになるんじゃないのかなと思ってすごく楽しみに待っているところです。
で、これ以外にもいろんな色があります。いろんな色って言っても、まあ、基本ベースは茶色なんですけど、塗らないっていうこともできますし、塗装することもできます。で、私は濃い茶っていうのを選びました。これはすごく買ってよかったなって思った一品です。2021年本当に買ってよかったもの3つ目はこの電気ケトルです。ちょっと写真にあんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど、やっぱりこれだけ黒でスタイリッシュなモデルなので、写真とか動画にしてもすごく絵になるんですね。私結構動画のお仕事とかもさせていただいてて、まあ、その時にこういうお湯を入れるシーンってやっぱり定番ですごく使いやすいんですね。やっぱりただの普通のポットでやるよりもこの黒のポットを使うことによって結構絵が引き締まるんじゃないのかなと個人的に思いました。で、なんでこれを今回紹介したかっていうと、これ実はめちゃくちゃ安いんです。まあ、ポットとして安いかどうかはちょっと微妙なんですけど、だいたい4000円ぐらいで買えます。3900円ぐらいで私は買いました。で、これとよく似ているモデルで、まあ、バルミューダのポットとかあると思うんですね。バルミューダのポットすっごくかっこいいと思うんですけど、あれは1万2000円ぐらいするんですね。結構高いです。で、バルミューダを探しているお友達にこれを紹介したら、え、こっち買おうっていう風に言ってたぐらい、まあ結構モデルとしては割と形は似ています。もちろんバルミューダはバルミューダのかっこよさがあると思うので、全然そっちを選ぶのはいいと思うんですけど、私は機能的にもデザイン的にも全然これで十分だし、むしろこっちの方がすごく気に入ってるなっていう風に思ってるので、今回紹介させていただきました。機能としてももちろんすごく優秀です。もう普通のポットです。もうお湯中に入れて本当にこの後ろにあるスイッチポチって押したらお湯が沸く。で、普通に注げばお湯が注げるっていう、もうそれだけなんですけど、機能も十分だし、で、スタイリッシュでもうすごくおしゃれっていうのがおすすめする理由です。これも本当にコスパがよくって買ってよかったなって思う一品になってます。2021年本当に買ってよかったもの4つ目はリコルテのフードプロセッサーです。これこそもう本当にちょっとカメラ関係ないんですけど、でもこれは本当におすすめしたいのでちょっと持ってきちゃいました。で、一つで7役できるっていうフードプロセッサーで、例えばミキサーだとか、あと泡立て器とか、みじん切りとか、あと大根おろしとか、かき氷とか、なんかそういういろんなものをこれ1台で作れてしまうっていうようなフードプロセッサーになっています。もちろんお子様がいらっしゃる方の離乳食とかも全然これで作れます。これを購入したきっかけっていうのが、ちょっと写真きっかけにはなるんですけど、ちょっとスムージーの写真を撮るっていう、まあ、撮影依頼があって、でその時にどうしてもミキサーが必要だったんですね。でもお家にちょっとミキサーがなくって、ミキサー買わないといけないな、どうせ欲しいし今買っとこうかみたいな感じで、その時に見つけたのがこの商品になります。で、何がいいかっていうと、まずめちゃくちゃちっちゃいんですね。やっぱり小さいからこそ幅を取らない。で、キッチンって、まあ、本当に物が多くなってくると思うんですね。いろんな家電とかありますし、お皿とかも入れていったら、まあ、収納スペースって本当になくなってくると思うんですけど、これはもうこれだけすごくちっちゃいのでシュッてしまうことができるので、それがすごく便利だなと思いました。これだけ小さいのに 500ml 分ぐらい入るんですね。なのでスムージーとかだったら、まあ、2人分、お子さんとか入れて3人分ぐらいだったら全然作れるんじゃないのかなと思います。で、もう何よりもお手入れがすごく楽なんですね。で、この上の部分、このボタンを押してミキサーがガーって回っていくんですけど、この上の部分とこの下の野菜とか果物を入れる部分っていうのが分かれています。実際に作るときはここ開けて中にフルーツとか氷とかを入れて、こうやって閉めて、これ乗せてスイッチを押すっていうだけで簡単にスムージーとかができます。ここがすっごく広い、野菜を入れるボックスみたいなのがすごく広いんで、めちゃくちゃ洗いやすいです。結構ミキサーって細長いものとかがすごい多くって、なかなか奥まで洗えないっていうことがあるかもしれないんですけど、これ本当にただこれを外して、まあ他全部分解できるんですけど、中洗ってまた入れて作るっていうのができるんで、
本当に使いやすいんですね。すごい面倒くさがりなんですけど、このフードプロセッサーはもう本当に手入れも使い方も楽で、で小さくって使いやすくて可愛いのでめちゃくちゃ愛用してます。ちなみに料理が大好きな友人に勧めたところ、もうめちゃくちゃ良かったっていう風に言ってくれました。2021年本当に買って良かったもの5つ目はこのウォールデコです。でこれは私の YouTube でも以前紹介させていただいた富士フイルムの写真をこういうパネル加工して飾れるサービスになります。で元々は PR がきっかけで作った商品なんですけど、これはもう PR 云々関係なくって本当にやってよかったなって思う商品です。で自分の写真をこうやってパネル加工するんですけど、これがめちゃくちゃおしゃれなんですね。私結構長い間写真はやってるんですけど、なかなか家に自分の写真を飾るっていう発想がなかったんですね。で初めてこの話を受けてこのウォールデコっていうものを作ってみたんですけど、俺が思っていた以上にすごく家にあって、本当になんかこれがなかったら今の家のインテリアどうなってたんだろうっていうぐらい、なんかリビングもともとすごく寂しかったのがこれが来てすごく華やかになって、もうなんかないのが想像できないっていうぐらいすごく気に入っています。結構実際にリビングの写真とかをお友達とかに見てもらうと、あ、なんか写真があるとすごい引き締まるねとか、こういう絵とか写真とか飾るとすごくいいねって言ってもらえることがすごく多くなったんですね。私も今までそういう発想なかったんですけど、確かにあのリビングがもうなんか真っ白の状態ってすごく寂しいんですね。そういう時に飾れる、でしかも自分のお気に入りの写真を飾れるっていうのが結構大きいなと思ってて、写真が好きな人はぜひやってみてほしいサービスだなっていうふうに思いました。まあ、このウォールデコにもいろんな種類があるので、詳しくは YouTube の方見てもらえたらと思うんですけど、私が一番気に入ってるのがこのギャラリーっていう白枠があるタイプなんですね。ただ写真だけをパネル加工して飾ると、まあ、それはそれで素敵なんですけど、ちょっと、うん、寂しいリビングにちょっと絵画っぽいものを置きたいなっていうふうに思ってたんで、私はこの白枠のパネル加工のギャラリーっていうものを選びました。そうするとなんか写真が一気に絵画みたいな印象になって、リビングの印象もだいぶ大きく変わったんですね。なので個人的にお部屋に飾るんだったらこのギャラリーがめちゃくちゃおすすめです。これは本当に出会わせてくれてよかったなと思ってるサービスです。2021年本当に買ってよかったもの6つ目はこの XF50-140F2.8 のレンズになります。これは富士フイルムから発売されているレンズで、50mm から 140mm までの焦点距離で撮影することができるレンズです。富士フイルム自体が APS-C なので、だいたい 70mm から 200mm まで撮影することができるレンズになっています。で F2.8 の透視なので、 50mm で撮影しても140mm で撮影しても全部 F2.8 まで最低値を下げられるっていうレンズになります。でこのレンズ、あの富士フイルムのレンズの中でかなりやっぱりクオリティの高い部門のレンズになるんですね。それなりに高いですし、やっぱり大きくて重いです。でもやっぱりその分写りがめちゃくちゃいいですし、フルサイズでいう 70mm から 200mm まで全部ズームで対応できて、しかも F2.8 まで全部下がるっていうのが本当に私仕事とかですごく使いやすくって、最初は単焦点レンズで十分だろうって思ってたんですけど、もう仕事の時は欠かせないレンズになりました。なんかこのレンズのすごくいいポイントは、もうとにかく出てくる絵がめちゃくちゃ綺麗なんですね。なんかやっぱりちょっと安めのレンズとかサードパーティーのレンズとかだと、まあ、もちろん物によるんですけど、なんかちょっと輪郭がぼやっとしてたりとか、シャープさが足りてなかったりだとか、なんか色がちょっと変だなっていうところとか、そういうのがあのちょっと細かいところで出てきてたりしてます。ただこのレンズに任せておけばもうとにかく綺麗な絵が出てきます。なので風景写真を撮るときとかに絶対に外したくない、ここをめちゃくちゃ綺麗に撮りたいっていうときにもう欠かせないレンズになります。これで撮っておけば間違いないだろうっていう風に任せられるのがすごくいいなって思うポイントです。なんかあとちょうど 70mm から 200mm ぐらいまでのズームができて、しかも F 値が 2.8 まで下がるんで、あの人物の写真を撮るときにすっごく使いやすいんですね。私仕事で七五三とかウェディングとか撮ることが多いんですけど、結構望遠目で撮影するのが割と好きなんですね。やっぱり綺麗に写したい、
会計をぼかしたいっていうのがあるんで、ただ一方でやっぱり場所によってはあんまり広くないところで望遠レンズ使いにくいなっていう時に、単焦点レンズだといちいちレンズを交換しなきゃいけなくってお待たせしてしまったりっていうことがどうしてもあるんですね。そういう時にやっぱり 70mm から 200mm までとズームができて、しかもどこの焦点距離でも F2.8 まで下げられるっていう、このレンズは本当に使いやすくって、なんか今まで本当に単焦点大好きだったんですけど、これを使い始めてもうシンプルにズームレンズってすっごい便利だなっていう風に感じるようになりました。ただデメリットはやっぱりとにかく重くて大きいんですね。で、私仕事の時とかがっつり撮影行く時とかはちゃんとしたカメラバッグとかで行くんですけど、そうじゃない時は前紹介したマイメッコのリュックで行くんですね。ってなるとやっぱりここまでの大きさ重さのレンズを持ち運ぶっていうのは、なんか個人的にあんまり好きじゃないというか、なんかちょっと難しいなっていう風に思うので、これはだいたい主人と一緒に撮影に行く時にしか使ってないです。なのでもし自分一人で撮影に行くんだったら、これは仕事の時以外は使わないですね。最近は主人と一緒に撮影に行くことが多いので、どうしてもこれを使う頻度っていうのがすごく増えてたので、ちょっとこれ本当に買ってよかったなっていう風に思うレンズになります。でとにかく富士フイルムで綺麗な写真撮りたい、もう間違いないものが欲しいとか、仕事でバンバン使えるレンズが欲しいっていうんだったら、もうこのレンズ本当におすすめです。今年本当に買ってよかったもの6つ目はこのニコン Z6II と 50mmF1.8 のレンズです。でこの動画でも何回か紹介しているかと思うんですけど、今年実は初めてフルサイズデビューしました。まあ、今まで使ってたのって今も使っている富士フイルムだったりとオリンパスだったり APS-C とかマイクロフォーサーズばっかりだったんですね。で初めてちょっとフルサイズを購入する形になりました。で最初のきっかけっていうのがこの YouTube の PR だったんですね。と以前 Z5 とこの 50mmF1.8 の動画を出させてもらったんですけど、その時私全然ニコン使ってなくって、全然購入するつもりもなかったんですけど、ニコンさんからお声掛けいただいて、ちょっと一回使ってみてくれないかみたいな感じでお話をいただいたんですね。で、その時のニコンの印象っていうのが、私結構いろんなところでフルサイズをちょこちょこ触らせてもらうこととかがあったんですけど、なんかいろんなメーカーのフルサイズを触ってみて、唯一めちゃくちゃ綺麗だな、これいいなって思ったのが Z シリーズだったんですね。それがだいたい1年2年ぐらい前の話なんですけど、まあ、その印象があったんで、まあ、全然使ってみてレビューすることはできるなと思って引き受けました。ただその時にニコンさんにお伝えしたのが、私はもともと富士をすごく愛用していて、まあ富士を愛用しているっていう体でレビューしますけどいいですかみたいな感じで言ったんですね。で正直買うつもりも全然なくって、購入しませんよ的な感じで言ってたんですけど、もう使ってみてまんまと購入することになりました。ここまで私機材のめちゃくちゃ詳しいところまで論理的に話せるわけじゃないので、しっかりした説明とかできないんですけど、本当にシンプルに感動したんですね。出てくる絵がとにかく綺麗、富士もめちゃくちゃ綺麗なんですけど、そこで感じた感動と同じ感動が Z5 とこの 50mmF1.8 のレンズの写真ですごく思いました。で特にちょっと暗めの場所、例えばカフェだったりとかホテルだったりだとか、ちょっと陰影がしっかりしてるような場所で撮影をするときにめちゃくちゃいい絵が出てくるんですね。それにすごく感動して、まあ、もちろん富士でもすごくそういうのは撮れるんですけど、やっぱりボケ感とか、これはレンズなのかどうかわかんないんですけど、なんかシャープになってほしいところはシャープになっていて、でその他のボケてほしいところがすっごく綺麗にボケてくれるんですね。ボディの性能もありますし、多分この 50mmF1.8 のレンズの性能っていうのもあるんですけど、もうなんかシャッターを切って出てくる絵にいちいち感動してしまうっていうぐらい本当に衝撃を受けました。なんかあとはあんまり他の人レビューしてないんで、もしかしたら違うかもしれないんですけど、なんか手ブレ補正すごいなと思ってて、この Z6II で結構暗い中で撮影することもすごく多いんですけど、そういう時にシャッタースピード結構ギリギリでもなんかちゃんと捉えてくれるんですね。
なんかショットスピード20分の1とか15分の1とかでも結構安定してしっかり撮れる、もちろん推奨されてるシャッタースピードとかじゃないんですけど、それでもすごく綺麗に写ってくれるんで、なんか安心して撮影できるっていうのがすごく大きなポイントです。で、購入するときにお借りさせていただいた Z5 じゃなくて Z6II を選んだのは、暗いところのオートフォーカスが Z6II の方が早いっていう風に言われてたんですね。他にもいろんな理由はあるんですけど、やっぱりちょっと暗いところでもどうしても旅の取材とか行くときは撮影しなきゃいけないこととかもあって、暗いとこ撮れませんっていう風になるとやっぱりちょっと難しいなっていうのがあって1個上の機材にしました。もちろん今でも富士フイルムのカメラはすごく愛用していて、富士は結構明るくって可愛らしい景色っていうのはやっぱり富士なんですね。お花畑だったりだとか、私結構カラフルな景色が好きでそういう景色を撮りに行ったりだとか、そういう可愛らしい被写体の時に富士の色味とか優しい感じとかはめちゃくちゃいいなっていう風に思っているので、一応両刀で使っています。今年買って本当に良かったものと最後に紹介するのがこのエンデュランスのカメラバッグです。で、私今まで、さっきも話した通り以前の動画で紹介したマリメッコのリュックっていうのをずっと使ってたんですけど、やっぱり仕事で撮影に行く中でどうしてもカメラ2台とレンズが複数本いろいろ入れていくっていう風になると、どうしてもあのキャパじゃ絶対無理なんですねっていう風に思って、カメラバッグをちょっと新調しようという風に考えて今年購入しました。で、選んだのがエンデュランスっていう、なんかそのカメラマンさんが制作に携わったカメラマンのためのリュックっていう風なもので、結構私の周りのフォトグラファーさんも割とこのエンデュランスのリュックっていうのを使っています。で、その中でもエクステンドっていう種類で、エンデュランスの中で、まあ、多分あのカメラリュックの中では一番ちっちゃいんじゃないのかなっていうモデルになっています。で、去年主人があのカメラバッグを購入してて、実際私も何度か使わせてもらったんですけど、なんかカメラリュックって結構大きくってごつくってなんか嫌だなっていうのに思ってたんですけど、実際に背負ってみて撮影に行くと疲れが全然違ってたんですね。やっぱり体を守るために買わないといけないなっていうふうに思いました。で、2段形式になっていて、この下にカメラとレンズが入って、この上に自分の私物とかを入れることができます。実際に開けてみるとこんな感じで、中がカメラの敷居みたいな感じに、クッションみたいな感じになってるんですね。で、この手前のファスナーを外すとなんかマチが増えるんですね。なのでちょっと大きいレンズを入れる時とかも割と使えたりします。で、この手前はポケットになっているので、ここにいろいろ物を入れたりできます。この中にバッテリーとかを入れるポケットとかもあるので、ここに私はいつもバッテリーとかを入れています。とっさにすぐ出せるようなポケットになっているので、なんかまあ、定期とかそういうの入れてもいいんじゃないのかなと思います。で、この上の部分はくるくなる形式になっているんですね。なのであんまり中身入ってない時とかはこうやってちょっとちっちゃくすることはできます。こうするとまあ普通のカバン、普通よりもちょっと大きいバックパックになるし、伸ばすとこのぐらい大きくなります。このがこんな感じになります。なのでパンパンまで、なんか私たまにいっぱい物を入れたりとかする時とかはここをパンパンにしていっぱい物を入れることもできます。で、なんかこのくるくるってやつちょっと使いにくいかなと思ってたんですけど、慣れたらすごく簡単です。で、あと後ろにはパソコンのケースがあります。ちょっと今違うものが入ってるんですけど、こんな感じで中にパソコンを入れることもできるので、私は結構宿泊の仕事とかになるとここにパソコンを入れて、カメラレンズとか入れて、ここにちょっと使う用の私物を入れて持っていくみたいな感じで全部背負って、持っていくことができるので、正直すごく便利です。
でカメラ略って本当にいろんなものがあって何を選ぶかっていうのが結構悩んだんですけど、私がこのエンデュランスのバッグを買った一番の決め手はコスパですね。これ結構いろんなサイト見たんですけど、だいたい1万7000円から2万円ぐらいで買えます。でカメラ力って高いのは結構高くって、ブランドものとかになるとやっぱり 3,4 万ぐらいは普通にかかってしまいます。私も主人が持ってるカメラリュックはめちゃくちゃ良かったんですけど、3万4万ぐらいするようなリュックだったんで、ちょっと厳しいなっていう風に考えてこっちにしました。でも本当にコストパフォーマンスがめちゃくちゃ良くって、安さっていうのはそんなに感じないです。めちゃくちゃ使いやすいですし、体の負担も普通のリュック使ってる時よりかは全然少ないですし、なんかこれ本当に買って良かったなっていう風に思っています。以上が2021年の1年で購入して良かったなと思った商品です。何かこれから購入するっていう時の参考になったらすごく嬉しいです。あとはもしこの商品おすすめだよとか、この商品こういうところが良かったよみたいな、そういう補足がある方はちょっとぜひコメントいただけるとすごく嬉しいです。私も正直ガジェットめちゃくちゃ詳しいっていうわけじゃないので、そういう補足とかいただけるとすごく嬉しいです。なんか最近すごい半導体不足の影響でパソコンとかカメラとかレンズとかっていうのがなんかどんどん供給不足になってくるらしくって、なんか欲しいものはちゃんとリストアップして欲しいって思ったタイミングで買わないといけないなっていう風にすごい実感しています。そういう欲しいものリストを考えるときにこの今回の動画が役に立てたら嬉しいなっていう風に思っています。それでは本日もご視聴くださいましてありがとうございました。